とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は少しね、報告があります。その報告をちょっと喋りながら、タワー回っていきたいと思います。タワーがね、昨日コメントもらいました。ありがとうございます。タワーをね、一度周回を見せてくださいということですね。まあ、多分俺が20周とかやってるので、結構簡単なやり方があると、思われてるかと思うんですけども、まあ、別に簡単な方法はないですね。うん、ああ、まあ、この持ち込みかな？持ち込みをやるとめちゃくちゃ簡単なんで、俺はもうこの持ち込みでやっていってます。うん、持ち込みのやり方なんかは、過去動画とかを、漁ってみてください。やり方説明してあります。うん、持ち込みをするとね、めちゃくちゃ簡単に回れるので、これは、これでやっていってます。はい。で、今日のね、ご報告なんですけども、俺ね、モッド入れました。PC 版を買って、モッドができるようになったんですよ。で、モッド楽しい。めちゃくちゃ楽しい。ボスラッシュとか、迷路とか、いろいろあって、楽しいことだらけなんですよね。でもね、あのね、迷路を、4回ぐらいやったんだよね。4回ぐらいやって、ちょっと気づいたんだけども、あれはね、良くないな。迷路は良くない。なぜかというと、報酬がね、良すぎる。報酬が良すぎるので、ダメだね。15分ぐらいで、あそこって、周回できるんですけども、その15分回るだけで、黄金装備が、20個ぐらい出るのよ。1回の周回で。15分で20個ぐらい。なんで、普通に古代狩り行くとさ、15分でも、1個も出ないとか結構あるじゃないですか。うん、1個も出ない時もある、普通の古代狩りが、15分ぐらいで周回して、20個以上の報酬が出る。まあ、それがね、よろしくないかな。まあ、普通にはね、やってはいいと思うんですよ。やつ、もともとあるやつなんで、もともとあるやつではないけどね。別に、用意してあるんで、やってもいいとは思うんですけども、実況してる人は、あんまやらない方がいいかなと思うんですよ。実況者は、あんまり向いてない。うん、やっぱりね、不公平感がね、出てくるかなと思うんですよね。普通にしてたら、そんなにたくさんの報酬はもらえるはずがないので、なんでちょっと不公平感があるので、迷路モッド、それはやらないようにしようかなと思います。これね、マルチでね、全員でいけるような感じだったら、まあまだね、マシだったかなと思うんですけども、ほんと PC 版あれを持ってる人だけ、しかもあのモッドを入れてる人だけができるっていう仕様なので、ちょっと不公平感がありますよね。多分動画見てたとしても、なんか嫌になってくるのかなと思います。まあ、なんか、俺もちょっとね、微妙だなとちょっと思ったんですよね。これは、ちょっとよろしくないかなと思いました。で、多分俺がね、やってたとしてもね、飽きるのよね。このゲームにね、飽きてくると思う。あんな簡単にやると。なので、まあ、ゲーム寿命を長くするためにもちょっと、迷路モッド、あれはやらないようにしたいと思います。まあ、他のモッドはね、やろうと思います。ボスラッシュとか。あと PVP とかもちょっとやってみたいかな。そういうのはちょっとやっていこうと思います。ただ、迷路みたいな、報酬がなんか、バカみたいに美味しいやつ。あれは、やらないようにしますね。やっぱどうしても飽きそう。おー、なんか出たな。あれね、黄金装備じゃなかったらよかったと思うんですよ。黄金装備じゃなくて、普通の装備が、あの、宝箱の最後の数だけ、出るならいいんだけども、あの黄金装備降ってくるっていうのはちょっと、あれがよろしくなかったね。黄金装備降ってくるのは良くなかった。
なのでちょっとボスラッシュぐらいにしておきます。ちょっと待って、俺これ装備、なんかバブルバースターの調子がおかしいぞ。あ、俺違うやつ装備してる。俺違うやつ装備してたわ。はい、まあまあまあ、あとはもうただただ作業のようにね進んでいくだけなので、ちょっと早送りしましょうか。ボスまでちょっと行きますね。それではボスまで来ました。ラストね、ボス倒していきましょう。うん、やっぱりねバストボーストリングつけてきてないので、15分まだ経ってないかなぐらい、14分ちょっと今ですね。やっぱりバーストボーストリング結構重要なんですよね。確実に敵を撃ち抜いてくれるんで。はい、では報酬見てみましょう。ダメかー、やっぱり今はね、今はっていうかもうこれからもずっとと思うけど、263のいいやつがめちゃくちゃ欲しいのよ、黄金よりも。でもここのね難易度ってないよ、本当に出ない。ああ、これいいんじゃない？いいんじゃない？あ、いや、よくない、よくない、よくない。二ついいのはついてんのよ。もう機械化か壊れたソーブレードの重力、ダイナモ、リフレッシュが欲しいんですよ。その三つ。ダメだ。ダイナモ重力ついてるけど、リフレッシュがついてないな。こっちもリフレッシュとダイナモが一緒にあるしね。黄金1だし。はい、ダメですね。ということで、今日はですね、まずコメントありがとうございました。周回やってみましたけども、まあ周回やるにあたっては持ち込みをやってます。持ち込みをすると、30回の今回のねタワーであっても13、4分でクリアすることができます。これで俺は回ってますね。で、そして報告としまして、モッド入れましたけども、ちょっと報酬がよろしくないので、黄金装備が出るような場所は、やりません。あれをやるとちょっとね、ゲーム寿命がほんと短くなりそうなので、あと不公平感がものすごいある。なので、俺はちょっとやらないようにしたいと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。